はい、えー。皆さん、こんにちは、えー。今日はですね、このパイロットフライ C45 の、えー、コンデジ用のジンバルですね。えー、これに、えー、ミラーレス一眼、小型軽量なミラーレス一眼を乗っけたらどうなるのかっていうね、乗るのかっていう検証を、えー、お届けしたいと思います。はい。えー、まずですね、このまあ、コンデジ用と言われているこの C45 に、この アルファ6500。まあ、小型っつっても、まあそこそこのミラーレスですよね。えっ、ー、と、まあ SEL の 35mmF1.8 という単焦点レンズ。えー、こちら、それぞれの重量がですね、アルファ6500が 453g、バッテリー込みですね。で、SEL の 35F18 は 154g で、合計 607g、607g を乗っけてどうかっていうね、検証をしたいと思います。まず、えー、普通の状態でね、えー、乗っけて、まあそのまま乗っけてみると。 えー、いうことでやってみます、はい、なんとなく乗っけるとですねほらこんな感じで全くバランスが取れてない状態ですね、はい、これを極力ちょっと追い込んでみましょうっていう感じでこう微調整をしてですねおおむね合わせますはい。 という感じで、ロールだけがね、結局傾いてしまうということなんですね。はい。で、C45 はですね、もう最近のバッジでは、ここにね、ネジ穴が切ってあります。はい。これ、M4 のネジ穴が切ってありまして、こちらにですね、何かこう、カウンターウェイトを乗せることができます。はい。で、私ね、どういうものがいいのかっていうのをね、いろいろこう、ホームセンターで、こう1時間ぐらいこう、物色してたんですよで。そしたらですね、いいものがありました。で、皆様にご紹介します。こちら。 ちょっとね、えっと、テロップ入れないんで、よいしょ、これをね、ゴムの戸当たり黒、あの、ドアとかで使うやつですね。はい、この型番ちょっとね、見えますかね。はい、こういうものを購入しました。で、あと、これをネジで取り付けるための、ステンレス製のキャップボルト。はい。これもね、ホームセンターで売ってます。30ミリの長さで、30ミリの長さで、 ここの部分ね、ネジがないタイプ、半ネジタイプですね。半ネジタイプのステンレスの、えー、キャップスクリュー、ボルト。はい。こちらもね、えー、ホームセンターで売ってると思いますんで、えー、ちょっとね、チェックしてみてください。これを2つを使って、で、これがですね、穴が開いてるんですよ。貫通してるんですよ。ね、貫通穴が開いてますんで、ここに刺して、で、ネジで、この C45 のね、ピッチのモーターのところにつけるという形になります。ちょっとやってみますね。まず、 これをそのままもう貫通穴なんでグッとこう押して、はい、差し込む。ね。そしたらこんだけネジが出るわけですよ。このネジをもうそのまま工具使わずにここに締め付ける。ねじ込んでいきます。ほら、こんな感じ。はい。こんな感じ面白いね。はい。ぐりぐりねじ込んでいくと、どっかでグッと止まります。はい。 こんな感じね。ちょっとシール貼ってますけどね。はい。これで、ほら。ね、今までこっちに傾いたロールが、こっちになった。ね。逆方面に行ったんで、今度は、じゃあ、これを戻そうということですね。はい、戻した。どうだで、改めてね、えー、細かいバランス調整っていうのが見えてくるんで,で、そこで追い込みをかけます。あ、ちょっと行き過ぎたかな。こっち止まる。あ、止まった止まった。はい。 オッケーで、上向けても大丈夫。ほら、見てください。C45α6500 が乗りました。ちょっと前に倒れてるんでい、ここも追い込む。ね、楽しみでしょ。ほら、ね、完全にバランスが取れるんですよ。ね、こういうホームセンターで売っているものが、えっ、ー、とね、価格はステンレスキャップね。えー、この半ネジのキャップは、えっ、ー、と、 1個単価25円。で、3つ買ったんで75円。で、ゴムの戸当たりは、えー、これは1個181円。なので、えー、1個1個で揃えると、206円。ね、206円で、えー、手に入れて、手に入るということですね。ぐっと締めて、はい。じゃあ、これでどうかっていうのをちょっと起動してみますよ。はい。起動しました。 はい、どうでしょうか。はい、使えますね。ほら。ね。普通にフォローモードできるでしょう。音は鳴らない。はい。じゃあ、保持力はどうなのかっていうところですね。はい、ここはね、ちょっと、えー、ぜひ見ておきたいところですね。ちょっと叩きますよ。いつもはここ叩いてるんで、ここじゃなくてここ叩きます。 かなりグラグララですね。はい、グラグラうんだからちょっと強めに走ったりとかすると多分揺れるんだろうなまあもともとねコンデジ用に設計されたものだから、えー、でこれデフォルトセッティングがねそんなにパワー上げてないですからこれをじゃあちょっとねまあ悪あがきじゃないですけど最適化してどうなるかっていうのを見てみましょうかね はい。ということで、今からね、この GUI を設定してみたいと思います。はい。えー、というわけで、えー、GUI 設定。まあ、最適化というか、まあ、強化というのをね、まあ、15分ぐらいで簡単にちょっとやってみました。はい。ちょっとね、電源つけたいと思います。はい。起動時にちょっと振動がしますが、収まります。はい。じゃあ、保持力どうでしょうか。いきますね。 ロール、ピッチピッチだいぶ硬くなってるね。よう。はい。まだ揺れてはいるものの、さっきみたいなグラングランな感じはなくなりましたね。あの h 四4 5みたいなね、あの、ガチガチの保持力はないんですけど、 下、上、横。はい。結構ね、パワーを高めて、PID も、音聞こえますかね。ほら、かなり頑張ってる感じでしょはい、高めてます。うん。で、まあ。 そうですね、今これイオンとか特にないんで、まあ、この組み合わせでちょっとここがねこんな場当たり的にこういうものでしのぎましたけどもとりあえずこの軽量な組み合わせだったら使えるんじゃないかなということが分かりました。はい、ただ、まあ、あの最初に、あのー、 デフォルト設定でやりましたよね。デフォルトの設定だと、やっぱりグラングランなので、まあ、あの、設定最適化が、まあ、フィルターのね、まあ、いろいろこう、調整したりとかっていうのが必要かと。まあ、この後ね、まだ追い込みますけども、まあ、簡単にね、えー、私がまあ、軽く調整しても、特にこれ、ピッチ。ピッチはね、だいぶ硬くなってる。うん。っていうことが分かりました。はい。ですので、まあ、こういうフォローで追いかけ取りとかね、まあ、激しい動きをしないんであれば、 この小型のね、C45 でも、えー、全然ね、あのー、使えるんじゃないかなということが分かりました。ただ、まあ、やっぱり使うレンズが、えー、限られてくる、軽量レンズじゃないといけないっていうのと、まあ、あとは、そうですね、H45 に比べると、まあ、保持力はね、だいぶやっぱほら、全体的にあの、合成がね、まあ、やっぱりあの、H45 に比べるとかなり、このね、まあ、いろんなアームとかも細いですし、合成がやっぱキャシャ、華奢ですから、限界はあるんですけど、まあ、 とりあえずこういう小型なね、ミラーレス、APS のセンサーサイズで撮影をするということは異なりるんじゃないかなということが分かりました。はい。え、ということでいかがだったでしょうか。はい。C45 もね、非常にまあスマホが乗ったりとか、コンデジ乗る。で、小型なえ、軽量なミラーレスとレンズの組み合わせだったらまあ、えー、なんとか乗るかなという感じであることが分かりました。こういうね、ちょっと、ちょっとしたまあこういうカウンターウェイトつけてですね。はい。ということが分かりました。 はい。で、えっと、やっぱりね、設定最適化っていうのがやっぱり必要かなと思うんで、まあ、あの、この C45 ね、えー、含めてですね、今これ私のショップで在庫あります。で、え、あと設定最適化っていうのをやれば、まあ、今ね、す、え、で、ー、にお持ちの方、C45 お持ちの方含めてですね、こういうミラーレスを乗っけてみたいっていう方いらっしゃいましたら、えー、ぜひともね、下にリンク貼っておきますんで、えー、ぜひとも、あの、アクセスしてみてください。チェックしてみてください。ということで、えー、本日は以上です。 ありがとうございました。